タレントパーだったらもう入ってますよ、ね、そうですよいけ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 、うわまずどうすればいいんだよ、エンジョイパチンコライフ。景品獲得番組ダッシュマン、一つでも景品を獲得するために今日もレバーを叩く景品獲得バラエティダッシュマン、閉店くんでございます。はい、今回は茨城県取手市にございますビッグマーチ藤代店さんに来てます。ねえ、藤代店さんどころかビッグマーチさんね、閉店くん初来店、ねえ初来店でございます。いやー、やっと来れたよビッグマーチさん、いつか呼んでくんねえかなーなんてね、ずっとね思いながらね、この辺をこう車で走ったりとかしてましたけどね、やって呼んでもらいました。呼んでもらったからには景品をね獲得しなきゃいけないんで、じゃあ早速店内に行ってみたいと思います。えいえい。はい、景品コーナーにやってまいりました。じゃあ早速景品の方をね見ていきたいと思います。ええみたいな感じですね。こちらのお店ですね、高額景品はですね全部このカタログになっております。あ、でもこれいいんじゃない。最近なんかうちの会社のね営業さんたちなんか結構皆さんゴルフをやるようになってね、3.9 ヤードアップするこの無抵抗インパクトだから飛ぶね、この T、 しかもゴルフルール適合品なんでね、こういうのいいね。3.9だからこそ飛距離 3.9 アップ、なるほどね、ビッグマウスさんは3.9好きなんだねということでまあいろいろあります。食べ物はちょっとね悪くなったりすると怖いんで、やっぱこういうものの方がね、まあまあまあいろいろあります。まあ電化製品がねやっぱ多分喜んでもらえると思うんで、まあまた後でね行きましょう。おっ、パチンコ増設準備中、しかも話題の新台エヴァンゲリオン9、ここにドドンと入っちゃうんですね。すごいね、楽しみだね。うわー、打ちたいね。じゃあ早速ね、今回のルールを言い忘れました。今回のルールは1時間500枚ね。なのでまあやっぱこっちかな、パチンコはちょっとね、ちょっと時間が1時間じゃ足りないかなって感じなんで。いやー、なんかすごいな、ドドンと絨毯ドーンと貼ってあって、なんか豪華な感じです。3連休最終日ね、ハーデス楽しんでるね。これ2000枚4000枚、しかもゴッと引いてるよ、すげえな。あ、スロットコーナーもなんかありますね、増設準備中。お、しかも置き時ね、これなかなか導入してるねお店少ないんですよね。入るんですね、ついに。置き時も満杯出るからね、うん、すごいよ、やみつきになりますあのレンちゃんははい、続きまして、おっ、サラリーマン番長コーナー、もうすでにね何枚出してんの、6000枚ぐらい出てる台もあれば液晶3000枚、すごいね、歩くの大変なんですけど。あー、どうも、遊びに来てくれてサンキューでーすキャラじゃないか何この台、あ、戦慄のストラダス、すげえ、7箱出てるよ、すげえな。枚数とか、あ、5000枚ですね、本日の最高獲得枚数。あー、うわ、すごい、勝負玉53個、やるね、3時間とかあればですね、ね、打ってもいいんですけどね。
わあ、花花もあるわ。しかもニューキング花花じゃないですか。121分の1、お隣が128分の1。すごいね、使ってますな、入ってますな。あ、よし、えいえい。あ、しかも、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、サンキューです。えいえい。あ、どうです、えいえい。いやー、すげえ嬉しいな、閉店くん T シャツをね、え、恥ずかしくもなく着てくれてる人を見たのはこれで何人目だ。いや、そんなことない。いや、強いな、お客さんやっぱ座ってんな、困ったな。いや、打ちたかったけどな、できれば。うわー、日暮らしも満台です。あ、どうす、えいえい、えいえい、どうもです。困ったね、これね。じゃあジャグラーコーナー行ってみようか。やっぱ強いだよ、お客さん座ってるのは。121分の1、すっげえな、これ107分の1だって。お、そのお隣139分の1、空き台です。あ、ここにも131分の1っていうのがあるな。ここにしようかな。なんかあそこちょっと角台の方が撮影しやすいから。いやー、こいつで、こいつで行ってみたいと思います。えいえい。はい、ということで、閉店区が今回ダッシュマンで選んだ台は北電さんのニューアイムジャグラー EX でございます。1時間しかないんでね、ジャグラーならやれるような気がする、俺は。おさりパッチャス。おー、キュインティだったか俺かなと思ったけど俺じゃなかった。うい、残念。今充電してますから、今充電中です。うい、残念。引かなかった。もう閉店くんがジャグラー実践1時間っつったら長時間実践ですよ。データ的にはね、最初の台の方が絶対僕は好きなんですよ。この台はね、ちょっと数字的には悪くはないんですけど、ちょっとなんかその前に打ってた人の引きで出た感もあるんで。追加と200枚目。じゃあなんであっちにしないでこっちにしたかっていうのは、まあいつも言ってますけど、まあ皆さんのご協力あっての撮影なんで、あまりね、邪魔したくないんですよね。あ、でもね、過去何回 2,4,6,7 と10回、11回の大当たり履歴がすごいんですよ。230回というのを残し除いて、ほとんどね、100ゲーム以内、もしくは100ゲームちょい、ここいらでガーンって来てるからね。今池に乗ってます。あ、でも今400余ったんですね。だからジャグレン、あ、どうもありがとうございます、差し入れいただきました、ありがとうございます。ということで、今あれですよ、一回ガーン行ってちょっと伸ばれてまたガーン行きますから。これまずはね、当てることが大事です。当てることによってこの解き放つ、どんなに出しても僕のものにはならないんでね、欲はないはずなんですけどね。ダッシュマンの成績が最近良くない。あ、下心ありますよ。こういっぱい出してプレゼントすることによってまたちょっと人気が復活するかなとかね。そういう下心はありますけど、それがダメなのか。おお、おはようございます。よかったよかった。あー、はい、ちょっと待ってください。あー、ごめんなさい、バケなんだね、だった俺が打ったからだ、俺が触ったからだ、変換されるから俺が触ると。
あー今のはね多分ねビタではない、滑ってきたもん、うん、すいませんでした。おっと思ったけど滑ってくるのが見えた。すげえ嬉しかったけど、いやいやいや今のは滑ってきたよ。はい、ビタだったらもう完璧だったんですけどね。まあベルが外れればですけど。セカンド400枚目ピンチですねこれね、大ピンチでございます。ということで今あれですよ、一回ガン行ってちょっと伸ばれてまたガン行きますから、これにいいって言ってた台が多分開いてねえわ、いいって言ってた台が開いてなかった、開いてないからどうしようか、困ったね。まあでも残り時間からいくとノーマルタイプしか打てないしな。マイジャグラ142分の1、フライかな、残り頑張ります、えいえい頑張るよ。まあね、ちょっと頑張っていきたいと思います。おさわりパンチャス、うい残念、マイジャグラーってなかなかね手強いですよ、光るときはねポンポン光るんですけど、まだこれまたあれですよ、そうでもないか、結構ね波のある、おお、いやーよかった、安心した、いやよかった、大移動してよかった、安心しました、いやーよかった、あとはねビッグでお願いします。おー、ミクだよー、よーしよーしよーし、あぶねーあれここどこだったっけ、ビッグマーチ富士城店、いい店だねー、よかった、大移動して50枚でねやりました、もっと早く移動しとけばよかったよ。ラスト、やりました、じゃあ頑張っていきたいと思います。エイジゲームレンチャンチャンス、どう、いやよかった、何ゲーム ?5 ゲーム、マジかいな、負けたんだね、でもいいよこれはすごい、あこれちょっとキープしとこうか、5ゲームだな、まんまもう回ってすぐぐらいだから、結構ブドウも2回揃ってるんでね、5ゲームのうちにもう1回だね、やりました、頑張るよ、よしかー、お願いします、だねー、マイジャグ2だったか、今日は毎着2だったか、ほらすごいよブドウが今、確変入ってる、40回近く回ってますよ、39回、おお40回これで、
僕の気のせいじゃなかったら停止音が遅れたような気がしたんですよ。こんなんあったっけな。ほら押したのにあのドゥンドゥッドゥっていうのがドゥッドゥッみたいな遅れがあったんですよ。違和感。これは打ってる人にしかわからない。まさにマイチャクラ、ね、すげえ。マジか。うわっしゃやったマジか。あれここどこだったっけ。ビッグマーチ藤代店いい店ね。本日2回目やりましたあるよコインだろ。いやーすっげえ違和感感じた。初めて今のは。だいたい5分で打てる回転数というのはだいたい70回転ぐらいなんで、まあ55ゲームぐらいでいいか。まああと4分だ。よしゲームレジャーチャス。このドゥンドゥンがね、まあいいやね。もうしつこいね。55ゲーム、ゴーゴーチャンス。うい残念はい、ということでお時間が来たんでね。あーちょうど15分だやめたいと思います。はい、それでは早速コインの方を流してみたいと思います。えいえい。何枚だ。500枚超えた。おお、622枚。はい、今回の結果622枚やりました。はい、実戦終了。危なかったね。いやーよかったよかった。終わりの方でねやっと当たってくれてですね、それがなんと連チャンしちゃいまして、なんと獲得枚数が622枚ということで、500円、あ、500円あの500枚、500枚はあのカタログから平天君が、選んだのは、象印の電気フライヤー、ね、なんでもこうお手入れがすごい楽だということで、ご家庭で油物が簡単にできちゃう素晴らしい電化製品でございます。こちらの方1名様と、あとですね、120枚ぐらいあったんで、まあ、ビッグマジさんね、なんか三級大好きなんでね、この多分三級大好きで、おなんだこれいい商品じゃん、 3.9 ヤードアップみたいなで、これを多分置いてあると思うんですけど、こちらの方ね、1名様にね、あのロングタイプとあと短いタイプねありますんでね、ゴルフ大好きなお父さんね、ゴルフ大好きな方ね、ぜひね送っていただきたいと思います。キーワードは番組の最後に言いますんでね、ぜひね最後までご覧になっていただいて、ぜひねどしどしご応募の方よろしくお願いいたします。今回撮影に協力していただいたこちらビッグマッチ藤代店参戦ではちょっとだけ、12月26日になんとあの増設中のね、準備中のスロットコーナーワンボックスオープンするということでフルオープンになります。もうこの動画が配信されている頃にはね、あのエヴァンゲリオンのあのパチンココーナーのエヴァンゲリオンはもうオープン済み、そして、12月の26日金曜日にあそこのスロットフロアねオープンして、合計723台、すごいね、723台、パチンコスロット合わせて723台ね、素晴らしい。ということでぜひね、生まれ変わったビッグマーチ藤代店さんね、ぜひね年末遊びに来ちゃってください。景品獲得バラエティーダッシュマン閉店くんでした。えいえい。キーワードはサンキュー。 YouTube はこんなに楽しい。
人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる。人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く。 BTUBE ダウンロード